慶長小判。両替屋の刻印が多数見られる。慶長小判とは、江戸時代の初期すなわち、慶長6年より発行された小判で一両としての、額面の係数貨幣である。また慶長小判及び、慶長1分半を総称して、慶長金と呼び、一般的には、慶長大判も、慶長金に含めることが多い。さらに慶長銀と伴いに、慶長金銀と呼ばれ、 徳川家康による天下統一を象徴する江戸幕府による初期の貨幣として重要な位置を占める。慶長金の発位は銀座が設立され慶長銀の鋳造が始まり平成が成立した慶長六年と同時期とされるが前年の慶長五年よりすでに鋳造が始まっていたとする説もある。表面にはタガネによる五座目が刻まれ上下に切り門を囲む大疑 中央上部に、一、下部に、三字の極印。裏面は中央に、顔、下部の右内し左端に小判子の原国印、さらに不書の原国印が打ち記されている。小判子、不書と原国印は、通常2個であるが、1個のみで、不書の原国印が打たれていないものも、少なくない。裏面の顔は、聖徳小判及び強宝小判より大きく、 全体的に素朴な作りである。小ざめの細かいものは、前期、ざらめで均質な製作となった、元禄金に類似するものは、明暦3年1月18日の明暦の大化以降に鋳造されたと推定され後期とされるが、約95年にわたる発行とはいえ初期に多量に鋳造され、その後、産金の減少に伴い鋳造が衰退したと推定されている。 慶長初期のものを前期、慶長後期から、明暦の大化までを中期、明暦以降が後期と考えられ、前期、中期は、細目、後期は、ざら目と推定し、細目、ざら目の比率は、ほぼ7、3と後期のざら目の方が、減損数は少ない。しかし、小ザメの細かい細めの方が、収集家からは、若干高い評価を受けている。また、 国印及び政策などにより、江戸座、京座、駿河座などに分類されることもあるが根拠にとぼうしく、鋳造地別の分類は未解明である。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は幕府設立に先立ち、貨幣制度の整備を重要課題の一つとし、後藤座三郎密次に全国流通を前提とした小判の鋳造を命じた。京長期は小判氏が吹屋職人を引き、 各自で製造した、半金を、後藤役所に持参し、金位及び両目を改めた上で国印の代員を受け両替商に売却することにより発行されるという、いわゆる、手前武器という形式であった。後藤役所及び小判座は後に金座と呼ばれるようになる。江戸幕府は、貨幣の全国統一を行うべく、参加制度の整備を行ったが、これは既存の貨幣流通すなわち、 大阪の商人を中心とする国民銀すなわち、氷梁銀貨の流通と、庶民の都来線の使用に加えて、武田信玄が鋳造させた、公衆金の貨幣単位である、両、分ん、主を踏襲したものであり、家康の尊敬する武将であった、信玄の公衆金の四神法の体系を採用したのであった。東国には、甲の黒川金山をはじめとして、伊豆の問金山、 日立及び、欧州と金山が多く偏在し、さらに、江戸時代初期は多額に上る銀の日本国外流出に、対し、主に中国から印資金が輸入されていたため貨幣、鋳造用地金の準備も整い、また家康は、公衆金を手本とし、基本通貨を金貨とする方針であったことから、江戸の金遣いと呼ばれるように、小判は、江戸を中心とする関東地方で、主に流通した。 また江戸は武家屋敷が多く点在し、上級武士が大口取引に主に小判を使用したことも江戸を中心として流通した一因である。このように家康は小判を基軸とする量の貨幣単位による通貨の全国統一を理想としたが、四神法の計算の煩雑性、実質を重視する観点などから、氷涼銀貨を使用する商人の力は依然として、 兄弟で権力で抑えるまでには至らず、既存の体系を、そのまま踏襲する形となったとされる。また、慶長14年7月19日に、幕府は参加の御定相場として、金一両イコール銀五十門目イコール A 一貫分イコールビタ四貫分と、定めたが、これは、目安とされ実態は変動相場制で市場に委ね、相場が行き過ぎた場合は、幕府が介入するというものであった。 また前年の慶長13年に、長らく通貨からの通用を禁止する触れ書きが出され、これは事実上、金一両イコール永楽通貨から一貫分とする、通用の廃止であったため、金一両イコール京仙四貫分となり、これは当時の銭相場より、千安に設定されており、小判の価値を高く設定することにより、幕府の権威を示す狙いがあった。13年より、幕府は、 各地ゼニザに官営通り、宝の鋳造を受け負わせたが、これは良質の戦果であったにもかかわらず、価値はビタセント等価に設定されたのであった。古番の鋳造は、当初、家康の両国貨幣時代は、江戸から始まったが、慶長6年頃から、京都、慶長12年から元那2年頃まではするが、さらに、元那7年から、当時最大の参勤を誇った、 佐渡にも金座が設立され、鋳造された。佐渡版は小版子の元国院の位置に、すじみ役の国院、助け、福書の元国院は、神、等のものがそれであるとされる。流通は90年以上にわたる、長期間であったため、折れ、かけ、摩耗による経明金が次第に多くなり、このようなものは、金座で足し金を行い修理が行われた。これは、本直しと呼ばれ、 本の国印が打たれたとされる。江戸時代初期は依然として、配布基金及び配布基金といった地金に国印を打った、表涼貨幣が広く通用しており、幕府はこのような両国貨幣を整理して、慶長金銀に統一するため、各地の有力金銀鉱山を幕府直轄の天領として管理し、漢文八年頃には、諸国での金銀武器分けを禁止した。しかし通貨統一には、 原独期の改中を待たねばならなかった。原60年4月に11年3月限りで通用停止とする触れ書きを出したが、引き換えが進捗せず対象するものが多かったため、11年1月に通用を12年3月限りと改めたが、通用停止には至らなかった。消徳金、強謀金鋳造後はこれらと同様に扱われ再び、表舞台で流通し、 原文の吹き替え後の原文3年4月末に、当時の通用金に対する割増し通用が一旦停止されたが、その後も完全な通用停止とはならず、幕末に至るまでことあるごとに再び割増し通用の価格が定められる始末であった。慶長いにしえい小判は、初期の慶長小判と位置づけられるもので、慶長5年頃、慶長の平成の成立の前年に家康の、 方針により武蔵牧書小判の牧所を極意に改め、一般流通を前提として鋳造させたものとされる。一般の形状小判が V 字型断面の高根目になっているのに対し、不規則で細密な U 字型断面の土目で形状が縦長であり古木な印象を受けるもので、長小判とも呼ばれ、両目及び金品は武蔵牧書小判のものが踏襲され、 その後の初期の傾聴小判に引き継がれたものと思われる。武蔵牧書小判を改造したもの、及び新たに版金を制作したものなど変化に富み、また、中造時期、古い小判と通常の前期傾聴小判との境界をどこまでの範囲とするかなど小説ある。傾聴一分半一両小判に加えて、その一、四の額面にあたる一分半が、江戸時代を通じて常に、 小判と同時に鋳造されたが、これは、金品は、小判と同一であり、両目は、小判の1、4に作られ、小判と同様、本位貨幣的な性格を有するものであった。傾長1分半は、傾聴小判と同品くらい、1、4の両目で持って作られた、長方形短冊形の1分版であり、表面は上部に、大疑惑の切り門、中央に、横書きで、文1、下部に、 切り門が配置され、裏面は、密寺の刻印が打たれている。裏面の右上に、本の刻印が打たれた、片本及び上部左右に2箇所打たれた、両本と呼ばれる一分半が存在し、これは、長年の流通により摩耗破損した一分半を金座に置いて修理した、本直しであることを意味する。一分半についても、古い、江戸座、京座、駿河座などに分類され、 そのように称されているものの、時期及び、鋳造地には、諸説あり確定されていない。駿河牧書小判は、天正大判とル似ジの土目で大判と、同形式の大円形の小判であり、駿河慶明一と牧書され、慶明一両小判あるいは、駿河済藩とも呼ばれ、家康が天正年間に、駿河に移ってから鋳造させた、両国貨幣との説があるが定かでない。 金銀図録及び、第二本貨幣史によれば、文録四年中造となっているが、この説を取ると、駿河牧書小判が家康のものであることと矛盾が生じ、豊臣秀吉の家臣である、中村和夫人が中造させたものであるとの説もある。両目は、牧書通り当時の敬名一両すなわち四本目五分で、あり、原存品の実測値である16.7から1 6 9ムと、符合する。 武蔵牧所小判武蔵牧所小判は、武蔵一致密寺と牧所された、鶴河牧所小判と、同形式の小判であり武蔵澄藩とも呼ばれ、大円形のもので梅金により両目調整されたもの、及び、長大円形の形状のものがある。金銀図録及び、第二本貨幣史によれば、これも文禄四年鋳造とされ鋳造との説も、有力である、家康が江戸に移ってから鋳造させた。 石八州通用の両国貨幣とされ、その両目及び金品くらいから、慶長小判の元祖とされるものである。この文禄四年は、後藤正三郎三次が江戸に下校した年である。実際に、これらの牧書小判を作り直したと考えられる喜び、超濃い小判が現存している。両目は四文目八分程度あるいは十七点五五グラムで、 形状小判の規定である4問目7分6輪である。可能性が高く、金品位も52問目に分位程度とされる。丸1分半は、表面中心部に、切り文、さらに周囲にも5箇所の切り文、裏面は中心に、後藤正三郎密次の顔、周囲に5箇所の切り文の刻印が打たれた円形の金貨であり、形状は、西洋金貨風で、日本の金貨としては、異例のものである。 一分半の一種とされ、中蔵時期は不明であるが、天正年間末期から慶長年間までと考えられる。円付金とも呼ばれる。両目は一問目二分程度、金品位も五十二問目に分位程度と見られ、これも慶長一分半に継承されていると考えられる。金銀図録に対抗円付半金記載され、かつてはそのように呼ばれてきたが、秀吉とは、 無関係であるとの説が有力となりつつある。額1分半は長方形短冊形の金貨で、形状1分半と同じ形状である。表面は一分が額に囲まれ、裏面は密字の極印が打たれる。両目は円付金同様に1問目2分程度、金品位も52問目2分位程度とみられる。これもかつて大阪1分金などと呼ばれてきたが、 秀吉との関連は薄いものと見られる。中造時期は慶長を4年頃とされる。慶長を2分半は、慶長イニシエイ小判と同じ作りで土目であり、両目はほぼ半分の2問目4分程度のもので、慶長2分小判とも呼ばれる。表面上部に切り門を囲む、扇義枠、中央上部に、長方肩枠の、二分、下部に、三筋、裏面は中央に顔。 左下に小判紙のものと思われる極印が打たれ、現存極めて希少であり一枚は、造幣博物館が所蔵している。八両藩は、中央上部に、長方形枠の、大番、下部に、三筋、外周に、小型の霧門極印が12箇所打たれた大番型の、金貨である。現在、造幣博物館及び、貨幣博物館が所蔵し、現存はこれのみとみられる。 両目は、金座の記録に、県目38問目8輪にて、3代目くらいなり、小判8両をも作りたるものなり、とあり、小判の4問目7分6輪のちょうど8倍である、ことから8両半と言われる。現存品の実測値は142.25グラムである。あるいは1問目イコール3.75グラムとして37問目8分4輪の実測値もある。しかし、 江戸時代の1問目は、東大の3.73グラムに等しいと推定されている。3代目くらいならば50問目7分くらいとなるが、これ以前の慶長原期に鋳造されたものと推定され金品には52問目に分位程度と見られる。これも、金銀,銀図録に太公王板金と記載され、そのように呼ばれたが秀吉との関連はないとされる。 金座の元禄大板吹き替え当時の記録に八両半160枚、その他を吹き潰して、大板を鋳造したとあり、これが、その八両番であるとされる。小番の規定両目は4問目7分6輪であり、1分半は1問目1分9輪で、ある。この規定両目は、計目一両すなわち4問目4分を、元に、以下のように導かれたものであるとされる。 小判重量分の素材が品位を52問目2分くらいとして、低目で金重量すなわち44問目の喫水金に銀8問目2分を加えたものであるから、これより分1金4問目4分を差し引くと47問目8分となり、吹き減り分2分を差し引いて47問目6分となることによる。すなわち10イコール4.76である。また、 両目が44問目2分の大盤の道具値段が8両2分と評価されており、10両分では52問目となり、金座の貨幣中造手数量に当たる分1金4問目4分を差し引き47問目6分となり、1両では4問目7分6輪とする説もある。すなわち10イコール4.76である。小判の両目は四問目七分三輪とする文献もあるが、これは、 明治24年の土量工法の1問目イコール3 7 5ムに、基づく多数量の実測値の平均で1 7 7 4ムとなる。江戸時代の1問目は、東大の3 7 3ムに等しいと推定されている。1分半の実測値の平均は1.18問目である。大乗館による旧金銀貨平価格表では、 重量あたり両目5.6795にトロイオンスとされ、小判1枚あたりの両目は17.77グラムとなる。規定品位は、初期は52問目くらい前後は平均値とされるで、あったが、後の3代目、後藤昭三郎吉江の頃以降は、未曾有の意50問目7分くらいに上昇した。残部は銀である。3代目くらい、変更の年次は明確ではなく、 吉江の家徳が、寛永18年延宝5年であり、大量の小判の鋳造が再開された、明暦3年以降か、新規造産が行われた、延宝4年以降が有力とされる。江戸時代の貨幣の金及び、銀の含有率は、極秘事項とされ、民間での貨幣の分析は厳禁とされた。しかし、両替商にとって、この金銀含有量は重要な情報であり、 資金石などを用いて分析が行われ、商人の知るところとなっていた。金の含有率の表示は、金座における作業場の便利を図るため、喫水金44問目に、詐欺主した合金の両目で表示された。例えば50問目7分くらいとは44問目の、喫水金に6問目7分の花工銀を加えた、金銀合金であり、 金位は4450.7イコール0.8679となる。明治時代、大上官の元旧金座において、江戸時代の貨幣の分析が行われ、造幣局においても分析が行われた。慶状金の分析値の結果は以下の通りであった。雑文は銅、鉛などである。銅の不純物は、銅儀、鉛文は、老気と呼ばれ、精錬の過程で可能な限り除かれた。 慶長期の貨幣すなわちは、手前武器と称して、金細工師が自己責任で地金を入手し、貨幣の形に加工した上で、金座に収め、極印が打たれ発行される形式であった。また、明暦の大化による、後藤役所書き留めなどの消失も重なり、慶長金銀の正確な鋳造数の記録はない。一方、明治8年に大蔵省が刊行した、 新旧金銀貨幣鋳造校並び、流通年度取り調べ書の中で、施錠流通工を10万両、海外流出工を410万両と、見積もり、原六金などへの改中工を1052万7055両として、推定した数値によれば、小判及び1分半の合計で1472万7055両で、ある。しかしながら、 ズロク本の貨幣では、海外流出口を高く見積もりすぎているとして、輸出口として、本庁宝か通用事略による239万7600両を採用し、1000枚以下の波数は丸目鋳造口を1302万4000両としている。一部班は、総鋳造量の5割の額を吹き立てるよう指示されたと、される。サドバードについては元那7年により、 元六八年までの鋳造工は、小判約138万両、一分版約7万両と推計される。明暦の大会以降、万治二年、江戸城三の丸の地で岡根倉の小村金銀を用い、約170万両の小判が鋳造され、小ざめの荒いものがこの時鋳造されたものとされ、これを特に江戸版という場合がある。また、江戸城の岡根倉に備蓄されていた、 奮動金を五つぶして、遠方4年に5万7800両、天那元年に7万6160両、それぞれ軽頂金を鋳造している。金座における鋳造手数料である分1金は、鋳造光線料につき、手代十両、金座人十両2分、不書初等量4両であった。ありがとうございます。